いいか、我々に敗北は決して許されぬ。みんな心してかかれ。はい。アリス、お前はどう思う？どう思うって、捨て駒扱いなこの任務のことか。俺、参謀のおっさんを涙目になるまで罵ったことぐらいしか恨まれる覚えはないぞ。おい、クリーム。お前ら、今日は適当に流す程度でいいからな。なあ、俺の隊はハイネだけ相手にすればいいんだよな。くそ、スノー、グリムを起こせ。グリムを起こすのは他に任せた。あの隊長、グリムをかじってきていいですか？なんなんだこいつ。柳製戦闘服の力見せてやる。アリス、絶対折れてるよ。折れてるって。くそったれ。制限解除。あ、隊長、グリフォンはダメです。まずいです。よっしゃ、来たぞ6号 C4 だ。何？よう6号、また会えたな。肩ばかりの氷結剣が溶かされた。せめてもの情けだ。一撃で楽にしてやる。サキュバスって聞いたことはあるか？あります。おい6号、正座するな。アリス、ごめん、俺もダメかもしれん。あの、それは凄まじい魔力を感じるわ。おそらくこれは長い時を。いいよ。ああ、そう。出してあげたらどうです？え？いや、一言も。しょうがねえな。そこまで返してほしいのか？返してくれるのか？ほら、取ってごらん。悪行ポイントが加算されます。六号、お前覚えてろよ！勝ったのか、多分。ハイネを失った魔王軍の敗退ぶりを見た。おい、見ろよロゼ、これがツンデレってやつだ。6号、帰ったか。確かに送り届けたぞ。何がスノーちゃんだ、とことん人をバカにしよって。私、実は隊長のことが。みたいな展開になったら困るよな。でもさ、スノーとかを嫁にしたら毎日違う意味で刺激がありそうだよな。スパイとはどういうことだ。世界は誰のものなのか、遥かな上空へと叫んだ、終わることが定め。